とある企業がですね、デザイナーを求人広告かけたんですけど、その伝え方がめちゃめちゃ天才的だっていうことで話題になりました。どんなものかっていうと、まあ、でかいですね、OA 広告って屋外広告っていうふうに言うんですけど、その屋外広告の中に、ペイントツールとかで素人が明らかに書いた、We are looking for graphic designer っていう文字がバーって書かれてるだけっていう状態のやつをわざと出したんですよ。これ何がすごいかっていうと、ペイントツールで文字を書くって誰でもできる仕事じゃないですか。つまりデザインセンスひどいんですよ。なぜこんなデザインセンスひどいものをこんなにデカデカと貼ったのって考えると、あ、そっか、デザイナーいないからだっていうふうに気づくわけですよね。俺たちめちゃめちゃデザイナー探してんだよねって気持ちがそこにすごく表現されてるいい広告だと思いませんか。こういう風に何かを求めたいときは何かその真逆なことを露出してみるっていうのも一つの戦略になるのかもしれませんね。次回はイエスを言わせやすくする方法について解説します。また明日。